ルーム、サイミン、イン、ウルマ。おはようございまーす。父毛さゆみです。ただいま、朝の5時半です。早起き頑張りました。今はですね、朝日があの辺ちょっと出てるので、これから自転車で海中道路をサイクリングしたいと思います。今日も見てください。よろしくお願いします。それでは、レッツゴー。いい朝だ。自転車こんな朝から漕ぐなんて初めてかも。自転車は地元の山口県の中学生の時に自転車通学で、結構大変だったんですよね。多分片道だけで30分以上自転車でかかってました。でもその中学時代は電動自転車じゃなくて電動自転車じゃなかったので、もちろんもう坂とかがすごい辛かったなっていう思い出があります。すごいどんどん明るくなってきた。あ、もうちょっとで走れ。なんか電動だけど意外と足にくるかも。意外といい運動かもしれない、これは。あ、意外と効いてね。ちょっとここが橋の入り口が坂だから意外ときついかもしれない。あ、よいしょ。え、意外ときつい。あれ、これ設定かな。なんかきついな。めっちゃ重たい。あ、重たい。え、これ電動かな、本当に。あ、すごい一気に軽くなった。すごい、めっちゃ軽い、最高。やばい。あ、やっぱ電動ってこうだよね。まさかの上りの時に電動スイッチ入ってなくて、下りの時に電動スイッチだったんで意識に感動ですけど、改めて電動自転車の素晴らしさに今マジで感動しております。こんにちは。やった、楽しかった。気持ちよかったです。早起き頑張ってよかったなって思います。今回はウルマの朝をサイクリングで満喫しました。本当にとっても気持ちいい朝の時間でした。これからもまた見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てねー。